皆さんこんにちは、あいです。今日はツヤ肌簡単大人メイクを紹介したいと思います。ということで動画をご覧ください。はい、じゃあまず下地から始めていきたいと思います。カバー力は全然ないので、トーンアップこのぐらい下地をのせて、コンシーラーはこのナーズのコンシーラーを使っていきます。で、普段コンシーラーは手で伸ばすんですけど、なんか肌のちょっと気になる部分、例えばなんかここに赤いポツっていうのができちゃってるので、こういうところとか、ネスリのお粉をコンシーラーに塗った部分と、あとでこうちょっと油が出てきそうな部分にのせていきます。はい、もうこんな感じで私は今日はベースは以上です。眉毛はパウダーのアイブロウで描いていきます。でちょっと大人っぽいメイクをするときは、私は眉毛をこうちょっと長めに描くようにしています。とりあえず眉尻に出していって、この眉毛の部分からカクッとちょっとこう下に落とすように、眉毛ちょっと真剣に描くね。このカメラで眉毛描くの超難しい。眉尻は OK。 このペンでこの中間の色と一番薄い色をちょっと混ぜます。眉頭に描いていきます。凛々しい感じで、はい、こんな感じで眉毛は完成です。これがパッケージがすごい可愛くて2色入ってるんですよ。でこっちが、アイシャドウで、こっちがリップグロスなので、私はすごく面倒くさがりで化粧もそんなに得意な方じゃないので、今回これを買ってみたんですが、これが本当にメイク初心者さんでもちょっとおしゃれ顔に近づける感じっていうので、すごいいいなと思って今回これを紹介したいと思います。でアイシャドウをいつもこの使ってる筆で取りまして、これをアイホール全体に塗っていきます。でアイホールから少しだけこうはめ出させた感じで、手でちょっとなじませて、で私はいつもこうオーバーで乗せていきます。はい、でこんな感じ。これをまた目のこの下にこことここをつなげるように乗せていきます。で軽くこう涙袋につながるように、余ったものを涙袋にも乗せて、こんな感じで、そしたらちょっとだけ眉毛にも
色を足すとこうメイクに統一感が出るらしいので、眉毛にも余ったシャドウをちょっと足していきます。このミーシャのアイシャドウ、一番上にあるこの白い色を涙袋に塗っていきます。そうすると涙袋がぷっくりしてます。でも最近全然寝れてなくて、涙袋めっちゃあるように見える。今度はこの一番下の一番濃い色を細い筆でちょちょちょっと取ったら、アイラインを描いていきます。で今日はちょっと大人っぽいメイクに仕上げたいので、いつもはもう少し垂れるんだけど、ちょっとだけ鼻上げラインっていうのかな、鼻上げっていうよりかは、私はこう目のここの線あるじゃないですか、それと平行に描くようにしてるかな。ここの黒目の上に描いちゃうと結構目が丸っこくなって可愛い印象になっちゃうので、今回はまた目尻だけに描いていきます。この今度中間のこの色をちょっと取って、下まぶたのところに描きます。いい感じかな。あんまりね、こう大人っぽいメイクをすることがないので、アイシャドウとリップのセットのやつを買ってから結構大人っぽいメイクに目覚めたというか、いつも通りまつげを上げていきたいと思います。これはいつものデジャブのマスカラを使っていきます。そういえばコロナのさせいでさ、全然どこにも行けないんですよね。てかそんなことを余裕ぶっこいたこと言ってる場合じゃないよね。結構危ない環境にいる気がする。皆さんコロナマスクしっかりして、消毒もアルコール消毒もしっかりして気をつけてください。で今日は目尻の方にちょっとたっぷりのせていきます。普段はこう黒目の上の部分にたっぷりのせるようにしてるんだけど、あんまり丸っこくて可愛い印象にしたくないから、目尻の方に。でつけまつげつける人だったりとかすると、目尻の方につけまつげつけてもいいんじゃないかなって思います。なんかね、下まつげにたっぷりマスカラのせると結構こう小松菜奈ちゃんみたいなそれは言い過ぎ、なんかちょっとこう雰囲気ある目に見えたり見えなかったりするので、私は結構下まつげと下まぶたのお化粧は絶対欠かさずにやった方が盛れる気がする。こんな感じでアイメイク完成です。超簡単でしょ。今回はですね、結構目に色が入ってるので、この一番薄いちょっとベースっぽいのかな、ベースっぽい色をまず塗っていきます。この頬骨の一番高い部分、うっすらちょっとピンクがかった感じで仕上げていきます。で、ここにもちょっとさっき使ったこのシャドウの反対側、こっちのリップを使っていきます。指でトン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 のせていって、私はまず全体的に乗せたら、このシャドウと同じブランドのじゃーん、色がマットなこういう大人っぽい感じのヌーディーな感じ、これも結構しっかり赤っぽい色なんですが、その中の私はこの色をすっごいお気に入りで、でこれを
内側に塗ってこんな感じです。この国民シャドウ、まずは顎のライン、鼻のここの線、小鼻とこの鼻の先端の境を作って、この陣中が短く見えるようにここにシャシャシャっと入れて、はい、こんな感じでお化粧が完成しました。今日は大人っぽく仕上げてみました。ということで今日も動画をご覧くださいましてありがとうございました。また皆さんコロナ気をつけてください。マスクしっかりして、あと手洗いうがいとアルコール消毒もしっかりして、なるべく外出も控えるようにしてください。はい、ということで皆さん動画ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。